長の不適切な利用などを指摘したにもかかわらず執行されていること、今の説明じゃ全く分からないんですが、駐車場の指定管理をですね、どこがどう改善になったのかのように休憩取ったのに、はい、比較ができるように何か資料で提出していただきたいと思うんです。めっちゃ消したんですか。ああ、終わりました。限られた財源の中で成果を上げつつ貯金も増やしているという点で、執行部かなり努力をされているという。賛成の諸君の起立を求めます。9月12日秋高田市議会では予算決算常任委員会の2日目が開かれました。そこで話題となったのは高田地駅の駐車場直営化についてというもの。この話題にやはり山本和弘議員が質疑を行いました。初日の委員会では出番の少なかった藤本市長、本日はうまく委員会をまとめ上げ対話からの前進を果たすことができたのでしょうか。それではその様子をご覧ください。118ページの駅の駐車場とかそういったとこなんですけど、あの成果のとこですね、高田地駅駐車場を直営管理にして管理の改善を図ったという表現になってるんですが、おとどしと比較してどこがどう改善されたんでしょうか。それと経費の削減を図ったというふうに言われましたけど、どこがどういうふうに前年度と比べて経費がいくら安くついたのかというところを説明をお願いしたいと思います。はい、鈴川課長。はい、成果のところの管理の改善を図ったと、言いますのは、委託から直営管理に、まあ、移行したという意味で、記載をしております。それによって指定管理料が納車が不要になったというふうに考えています。でその指定管理料は29万円支払いをしておりました。以上です。以上。はい、山本和弘委員。今の説明じゃ全く分からないんですが、委託指定管理、駐車場の指定管理をですね、委託に変えたけそれが改善になった言われたんじゃ、どこがどう改善になったんかのよ。指定管理の時は指定管理者がですね、ほぼほぼ毎日 無料で無断で駐車しておらんか行くのをチェックしながら、でそこの自動車は無断で利用しとるというについては、あの事務所に来るようにという張り紙をしてですね、ここへ置いたら料金がいるんですよということを常々やりよったのを記憶しとるんです。で委託をしたらそれ以上の改善になったのか、でその辺は委託してどのくらい何か改善になったのかいうことを聞いたんです。ただ委託したから改善になったんですんじゃ私は納得できるのですが、まず第一点そこで、第二点は経費の問題も高騰だけで、あったんでちょっとよくわからないんですが、まず第一点、あの委託してどこが改善になったのかいうのを教えていただきたいと思います。その後経費を聞きます。はい、鈴川課長。委託をして、管理が改善という、まあ、表現をしておりますが、管理そのものが大きく変わったということはございません。あのやはり収支の問題で指定管理料が、いらなくなったというのが改善というふうに考えています。委員長。はい、山本和弘委員。管理の改善な物的にはちょっとよくわからんですが、じゃあ経費が改善されたんじゃとこういうふうに言われとるんですが、ですけど、まあ、29万円管理料を出しとったんですが、今地元の人が雇われてですね、駐車場の管理を今行ってみたりしているのを見るんですけど、会計年度に職員が55万5千円ほど決算へ乗っとるんですけど、まあ、そこらの
直営にしてからの経費は何本入れるんでしょうか。休憩取った方がいい。はい、存じ休憩といたします。休憩を通して会議を再開いたします。執行部の答弁をお願いします。鈴鹿課長。はい、まず、管理していただく人件費が55万5555円、それから、管理費が74,727円、トータルで63万282円でございます。以上です。はい、山本和弘委員。成果の中で管理の改善を図ったということに、今の数字を聞いたらですね、29万円の令和4年度は29万円の指定管理料だったんですが、今度は令和4年度は63万2千円余りというふうに今答弁されたと思うんですけど、どこも改善、金額的には改善なとは思いますけど。執行部は整理されます。休憩しましょうか。大丈夫。委員長。はい、鈴川課長。はい、139万3262円の支出をしております。令和4年度。以上です。委員長。はい、山本和弘委員。ちょっと答弁がちょっと中白で理解できんように余計なってきよるんですがね、最初に R4 年は29万、令和4年ですね、29万円の指定管理料でしたという答弁だったですね。で、今139万円いくらですかの、管理料がいったんですと言われるんと、指定管理でやれば29万円で指定管理ができたものが、なぜ139万円も生産したら他の金額が出てくるんでしょうか。これは令和口頭では分からんので、令和4年度の高田地駅の駐車場の経費を日目ごとに記入していただいてですね、そして令和5年度の決算に基づく高田地駅の経費ですね、それをやっぱり日目ごとに書いて合計で比較ができるように、何がどう変わったんかいうのが見えるようにして、後でいいですから資料で提出していただきたいと思うんです。どうなんでしょうか。決算。ああ、終わりました。はい、答弁じゃ頭の中で数字をやらなきゃいけないんですよ。はい、で、最初の答弁は29万円でしたと、指定管理料がですね、で、今年はどうなんですか言ったら、55万5555円ですか、それの人件費があって、あと7万4720円がありまして、63万2000円余りじゃと。言うて答弁されたですね、これだけ聞いたらもうどこが改善されたかということになる思ってないですか。27万円とあれで、で今聞いたら令和4年は139万円だと、でどこから何の数字が出てきたのかのと、こうなったんですよ。ですから4年と5年の支出がですね、日目ごとに目に見える形で書いたものを出してもらわんと確認ができるのですよ。はい、で出してほしいことを言うんですけど。はい、はい、分かりました。執行部の方、先ほどの山本和弘さんの言われる直営と指定管理とその比較した、しっかりと比較対象して分かる答弁をいただきたいと思います。ちょっと整理していただいた方がいいんではないかと思いますが、執行部のどうお考えでしょうか。続いて答弁ができます。
整理を、はい、整理するのにどのくらいの時間がかかりますでしょうか。時間がかかるようになったら、うん、ガラの書って後から昼からでも出してほしい。これだったら管理課とかさ、管理課が使えて、大切っぽい。建設部です。建設部みたいな。ちょっと聞きましょうか。ちょっとここで暫時休憩とします。休憩を閉じて再開いたします。引き続き管理課の答弁を求めます。いい、はい、鈴川課長、はい、資料を用意しておりますので、お配りをさせていただきます。はい、ただいま執行部より資料の提出がありましたので委員の皆様に配布したいと思います。改めて執行部より答弁をお願いいたします。鈴川課長、資料をご覧ください。指定管理と直営管理の比較をしています。指定管理での収入は111万2000円、うち指定管理料で29万円でした。直営管理では収入が122万2700円でした。差し引き11万500円増えました。次に支出です。指定管理での支出は139万3262円です。直営管理では支出が81万2352円でした。差し引き58万910円減りました。比較をして直営管理をすることにより、69万1410円の改善となっています。これに29万円の指定管理料を加え、98万1410円改善がとなりました。以上です。はい、山本和弘委員。一点わからんところあるんですけど、あの支出の人件費ですね。令和4年度高田地域は指定管理を委託してあるにもかかわらず、人件費が102万9070円、人件費がいっとるのは、何の人件費でしょうか。はい、鈴川課長。はい、これは、指定管理者の人件費です。以上です。以上。はい、山本和弘委員。委託料の29万円はそれらも含んどるんじゃないんですか。駐車場管理の指定管理いうことで全てを含めて29万円いうことじゃないんですか。この29万円は駐車場の掃除をしてくださいということで、別に人件費はこれとは別にですね、中の契約で人件費が出るんですか。これだったら、まあ、理解できます。駅が指定管理を受け取りましたよね。同じ業者が駅の指定管理を受けた中で、駐車場も管理してくださいと。で、駐車場はどちらかといえば利用料金を取るんで、その利用料金の徴収とで、その施設の清掃管理ですね、そういうことを追加で駐車場をやってくださいと。で、人件費の部分については駅全体が指定管理で委託しとるんで、別途こういうような計算になって出るんじゃいんなら理解できます。ここの102万9000円人件費はどこから出たんだろうかというのがちょっとわからなかったの。
はい、どうぞ部長。はい、まず指定管理を募集するときにですね、指定管理を希望する方から見積もりをいただきます。で、ここで言いますと、高田地駅駐車場の管理を行うのに必要な経費を出していただいて、それから駐車料金の収入の部分を見込んでいただいて、その収支がプラスマイナスゼロになるように、その差額部分について指定管理料としてこちらでいうと29万円を市の方が委託料として支出をしているところです。で、高田地駅駐車場と工芸館の管理はそれぞれ別に見積もりをして募集をしておりますので、それぞれ独立した考えで、人件費は出ております。以上です。はい、南沢委員。1点確認させてください。先ほど昼前の説明でですね、直営の管理の時に63万円という数字が上がってたかと思うんですけれども、それはこの今いただいた資料の中でどこと整合性が取れますでしょうか。はい、河野部長。はい、午前中に説明しました63万円の人件費は、会計年度職員とそれに関わる経費が63万円です。で、こちらでいう73万7千円の差額はですね、職員の駐車場管理に従事した時間を、人件費として計上しています。なのでこの差額は職員の、駐車場管理の、時間数を金額として計上しています。いかがだったでしょうか。山本議員は高田地駅駐車場直営化の結果に対して、ちょっとよ、わからんのですかと懐疑的な態度を示していました。しかし今回の委員会では藤本市長からの発言はありませんでした。対話はおろか、姿勢がとても前進したようには見えませんでした。一方、前年度の委員会では、当時の石丸市長が駐車場の直営化について積極的に説明し、たった1年間の差で 1.5 倍に収入がなる見込みです。と、財政改善の効果を自信を持って強調していました。では、なぜ山本和弘議員は、ここまで、この話題に固執するのでしょうか。その背景には、高田地駅をめぐる特定のつながりが、関係している可能性が一つ。そしてもう一つは、石丸市長が気に入らない、という支援が影響しているのではないでしょうか。そして、その後、令和6年度の予算決算、常任委員会に戻り、これまでの石丸市政を審査する山本和弘議員の討論採決の様子を見ていきましょう。高田地駅はこの4月から直営になりましたですよね。で、昨年度の委託は指定管理で委託だったと思いますけど、そこの額の差はもう把握されていると思いますが、高田地駅の駐車場は直営にして指定管理の時とどう違うのか金額を教えてください。小北課長、今担当所管する、取りまとめの所管している財政課においては金額の詳細は把握していません。以上です。ちょっと時間をいただいて、詳細を担当課に把握させてもらってもいいですか。はい、暫時休憩します。休憩を閉じて会議を再開します。先ほどの答弁を求めます。委員長。沖田課長。高田地域ですけれども、今年度直営にしたことで、昨年度と比較して年間68万円、市の負担が軽減となる見込みとなっています。他に質疑はありませんか。委員長。山本委員。先ほど、駐車場の直営と委託の場合指定管理との差を680万円で言われたんですが、今年度新年度予算ですね、総務費のところに市営駐車場管理費のがありまして、報酬会計年度任用職員報酬
市営駐車場管理事業費、任用職員の費用が載っております。これを質問しましたらですね、高達駅の管理をする人を雇うためじゃというふうに答弁されているんです。40万2000円なんです。で、令和4年度の駐車場の指定管理はですね、29万円で、指定管理をされているんですね。ただ680万も直営の方が有利だというふうに今説明があったんですが、ちょっと理解できるんですけど、68万円の縮減になっていると言われたんですが、この予算の関係とはどう違うんでしょうか。委員長。沖田課長。68万円の市の負担が軽減となる見込みということでお伝えしました。昨年度指定管理料は29万円ということで、あと39万円ですけれども、現在、収入支出のバランスを見込んだところ39万円というところがございまして、その39万円と29万円を足した68万円が今年度市の負担が軽減となるということを見込んでおることになります。以上です。西丸市長、もうちょっと具体的にはっきり言いましょう。直営にした方が収入は増加しました。一方で費用は減少しました。非常に不思議な現象ですが、これが事実です。指定管理に出すんではなく直営にした方が収支両面において有利だったというのが判明しています。山本委員。今年のその駐車場の人を管理する人を雇うのにですね、40万2000円組んであって、時間外が1万3000円組んだんですね。これは9月だったか、また追加補正があったと思いますけど、この40万2000円と29万円を差し引いたらですね、11万円ほど市の持ち出しが多いんですね。で、収入が今年は39万円で、前年度はゼロだったということですか。前年度の収入と今年の駐車場の収入とが関係してきますよね。で、去年の管理料が29万円、今年の人を雇うのが40万2000円。それと明らかにもう管理をする人だけの賃金で、市の支出の方がいいような気がするんですけど、あとは収入の比較があると思いますが、そこのところよう分かるように説明してください。西丸市長。先ほど休憩中もお話ししたんですが、今上呈しているこの議案、直接的に関係がない話なので、ここには説明員が控えていません。もし委員長必要であれば課長を呼びますので、そのように整理をしてください。山本委員。検討に加えてほしいことで、今中身の話をしておるんですが、もう一点、その高田21のは教育関係の社会活動ですね、スポーツ関係、今でいう体育協会の事務局の世話をしたりですね、スポーツ少年団の分けた私の本部の事務局をしたり、教育部門における外郭団体の事務を、まあ、受けて、あこで消化しようんですね、あの施設で。そういったところの施設の管理を含めて、行政の一部を管理してもらえる、そういうところは、その指定管理の中には含まれんかったんでしょうか、考え方に。佐々木課長。あくまでも高田地駅、焦げ間の管理ということで指定管理をしております。先ほど言われた業務というのは、指定管理の業務の中には入っていないというふうに認識をしております。山本委員、簡潔な質疑をお願いします。簡潔にしておりますよ。指定管理の入っとる団体が何をどういうふうに地域のために貢献、で、秋田私のために貢献ということは全く神聖のですか。どこを教えてください。佐々木課長。先ほどもお答えしましたが、工芸館の指定管理を行うということで業務委託をしておりますので、先ほど議員が言われるようなことは指定管理の中には入っていないというふうに認識をしております。
山本委員、その指定管理を受け取る団体がその施設の管理だけじゃなくて付加価値を持っとることは全く考慮せんということですか。米村副市長、あくまでもさっきから言ってますように工芸館の指定管理です。ですからそこでその業務の中で体育協会とかスポーツ関係のことをやること自体が違法になってきます。山本委員、今副市長違法じゃないと言われたんですが、何法のどこに違法になるんですか、教えてください。米村副市長、違法とはちょっと言い過ぎました。きっと指定管理の契約外のことをすることは契約違反になります。委員長、山本委員、他の施設でそういうとこはないんでしょうか。はい、もう一度質問をお願いします。委員長、山本委員、指定管理を委託されとる団体がいっぱいありますね。そこへ入られてそこの施設の管理以外のことをですねプラスアルファで業務しとる団体はないというふうに言われるように聞こえるんですけど、それないんですか。石丸市長、そのようには言ってません。指定管理者制度において市は公共施設を事業者に運営を任せます。任せる事務事業については厳密に定めてあります。それ以外を市がやってください等々いうことがないというのが先ほど来の説明です。その事業者そのものが実質的に他のことを妨げているわけでもないです。当然です。あくまで独立した事業者に任せているというのはそういうことです。市はそれ以上のことは言いませんし、それ以下でもないです。山本委員、この工芸館を管理運営をしていきおるのはですね、高田町時代からの歴史があって、それを受けてずっとまああっち転籍こっち転居ようなことで最終的には行政に関わる仕事もしょるというところで工芸館に入ってですね、駅の管理と町役から市へ行って団体の事務はせんというところで団体の事務を協定で行政の事務行政運営を補完してきとるところがあるんですね。そこらがあるのに出てくれへんのことをやるんだろうか。で、あいくの果てにです、問題は指定管理者が使用していた事務所や乗車券販売所も出てもらったら貸し出すことが可能になると、使用料が入るんです。で、なんか聞いたら追い出すような理由をそういうふうに言われとる。今の入居されてやられとることが市のためになるいうとこを検討した上でこういうような表現にされとる、されたんかいうことを先ほど来聞いとるんですけど、そこのとこがしっくりこんのですね。ちょっとじゃあ分からなくなられたかも分かりませんので、もう一度聞きますけど、直営管理することで指定管理者が使用していた事務所や乗車券販売所も貸し出すことが可能になる、それは市場調査してからの答えですか。借りるもんがおるけいうふうに取れるんですけど、その市場調査はされたんですか。佐々木課長、市場調査というのは行っておりません。現在、高田21の方が指定管理者としてその事務所を使って、指定管理業務を行っていたり、あとは1階のところを使われて切符販売を行われておられます。で、仮にですね、これから直営に切り替えるというお話をしております。で、条例に規定する使用料を支払っていただければ、そちらを継続して使われると、使用することができるという意味合いで通知の方にですね、書かせていただいたというような経緯がございます。山本委員、今のはどうも答えになっとらん思うんですが、今の答えはあなた出てくださいと、でも使用料を払えば追ってもいいですよ、そういうふうにしか聞こえるのです。でも11月28日の通知じゃ
指定管理者が使用しとった事務所や乗車券販売所も貸し出すことが可能になって使用料が入る書いてある。他の人が来るんですいうしか取れんのですけど、どっちがほんまですか？出てください、お金払えをおらしてあげますよ、いうのがほんまですか？佐々木課長、直営に切り替えるということになりますので、そうなりますと、もし、その工芸館の事務所並びに1階の切符売り場のところに引き続きそこで、事務を取るということであれば、条例に規定する指定料、使用料をお支払いいただければ、そこは継続して使っていただくことができるというふうな意味合いで通知をさせていただいております。委員長、西丸市長、何回かお伝えするんですが、本件からどん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 離れてると思うので、修正をした方がいいと思います。委員長、山本委員、市長はそういうふうに言われたんですが、この審査がですね、今出された継続更新の団体と工芸館は同じテーブルで審査したと、こういうふうに言われたんだから、なぜ落とすんですかいうとこから今いろいろ聞かせてもらえる。まあ最後の質問になりますけど、この裁定にですね、行政復審査が出されたんですね。要するに同じテーブルで審議したと、秋田私が決定した事項について通知をしたらですね、行政不服審査決定に不服じゃいうことが上がってきたんですね。こういうことでええんかのというのがあるんです。それでまだ神楽門前道の駅高宮湯の森が今協議中で、3月の定例会に管理料を出すと言うて言われとったんで、この落ちた分についても再検討してですね、3月に神楽門前道の駅高宮湯の森の検討した結果と一緒に再度提案いうことにならんかいうことを質問して終わります。石丸市長、行政に馴染みがない方は理解できないのかもしれないんですが、今ここで議案に載っているのは指定管理者制度の特に期間について認めるかどうかという話です。その点について議会の承認を求めています。審査審議を求めています。ここに載ってないものは執行権の範疇です。直営にするというのはその一つです。同じテーブルでと言ったのはあくまで公共施設の扱い、広く言えば財政健全化、その観点で見直しているという意味です。本来独立しています。工芸館ここに載ってない時点でこの議案とは関係がないんです。そこをちゃんとまずは議員の皆さんは理解をしてください。ほとんどの方は理解されてると思うんですが、当たり前の話です。聞いてて恥ずかしい。で、関係がないところをわざわざぶち込んでこられるので、言えば指定管理にするのか直営にするのか、その不服が当然あってしかるべきなんですが、全く別の議論をすればいいんです。しかしなぜそこに執行部があえてこのような取り組みをしているか、先ほども言いました、駐車場の管理だけで見ても収入と支出合ってない状態だったんですよ。直営でやった瞬間にたった数ヶ月で違う事実が判明してるんです。工芸館の指定管理者に関して言えば、決算書の中において適切と認められないような項目が上がってるんです。だから直営にして見直さざるを得ないと、検証をしないといけないという段になってます。より深刻な話なので、今本来は関係ないんですが、わざわざ言及されるのでお話をしました。いかがだったでしょうか。このように高田地駅直営化の議論は前年度にも繰り広げられていました。石丸市長が去った今、果たして今回の予算審査はどのような判断が下されるのでしょうか。見ていきましょう。これより認定第1号令和5年度秋田方市一般会計決算の認定についての件について討論を行います。討論はありませんか。委員長。はい、山本和弘委員。決算承認に対する反対討論を述べます。この度の決算の中には、昨年4月に違法ともいえる専決処分による
道の駅三ツ矢の里の改修工事の設計委託料450万円が予算化され、47万3千円が執行されております。金額の大小にかかわらず、この専決処分は6月定例会において不承認になっていること、また令和3年度令和4年度の決算において不認定の理由に挙げられた広報秋田方の市政の動きについて市長の不適切な利用などを指摘したにもかかわらず、令和5年度も改善されることなく執行されていること、これらのことから令和5年度の決算を承認することはできません。以上、反対討論といたします。はい、はい、南沢委員。賛成の立場で討論いたします。2日間、決算の審査をしまして、前々からあった課題を着実に解決に向かわせながらですね、財政的にも経常収支比率の改善、債務の返済も過去一番良い状況に持ってきている点、また財政調整基金や減債基金もですね、4年前と比べてかなり回復をしている点、限られた財源の中で成果を上げつつ債務を返済しつつ貯金も増やしているという点で、執行部かなり努力をされているというふうに認めます。したがいまして、この決算認定すべきと思い、賛成の討論とさせていただきます。以上です。これをもって討論を終結いたします。これより採決を行います。認定第1号令和5年度秋田方市一般会計決算の認定についての件を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって本案は原案の通り否決すべきものと決しました。